です。22日から仕事やねんけど、第4回目のコロナの注射打たなあかんことになってしまっていけないです。会社の人たち見てた？見てないか誰も。次は沢田研二のコバルトの季節の中でいきます。はい、あら髪型が変わりましたね、秋風によく似合いますね。何か悲しいことあったのでしょうか。コバルトが目に染みますね。誰だって秋は一人ですね。だから今朝は何も話しかけません。幸せの手触りが今とても懐かしく、足早に過ぎてゆくこの秋の中で、あなたを見失いたくないのです。風の日は嫌いでしたね。忘れたい何かあるのですね。だけど人はきっと愛し合えるでしょう。コバルトが目に染みますね。誰だって過去は辛いですね。だから明日のこと話してみませんか。一人ぼっちだったから優しさが好きでした。絶え間なく揺れてるこの秋の中で、あなたを見失いたくないのです。あなたを ないのです。ジュリー沢田研二のコバルトの季節の中で、76年、最近お友達になった先生、元気ですか？See you next.